こんにちは、CRS 大阪まっちゃんです。 SX からニューホイール出たんで発表していきます。これが新ホイール。これ新ホイールです。めっちゃかっこいいですね。ね、なんかちょっと今までにない感じのホイールですよね。一応ワンピースです。ワンピースフォーム、はい、ツーピースはない。ツーピースはなく、今回ワンピースの伸びで、はい、はい、してます。これ、名所って出てるんですか、もう。 EW なんですか、今回は。はい。 W の意味って何なんですか。ウィンドミル。ウィンドミル。ウィンドミルってどういう意味ですか。風車。風車。という意味です。あー、ほんなら SX 風車。そうですね。SX ウィンドミルってことですね。そうです。が今回の名称。はい。まあそんな感じしますもんね、風車。そんな感じですか。ねえ。なんか本当にあまり見ない感じの。そうですね、ちょっと。こういうですね、これ。かっこいいです、ね、え、これもうインチ数とかも決まってるんですか。はい、一応、まあ、これは19インチなんですけど、はい、17インチ、18インチで19インチの、そうです、3つ設定があるっていう、はい、あです。で、19インチはオーバーフェンダーのサイズ、はいはい、で17、18はノーマルフェンダーのサイズ。あ、もうワンピースやから設定が決まってるってことですもんね。設定決まってるんで、うん、いう感じですかね。その19インチはもう SX のオーバーフェンダーとスライチの感じで。そうです。おお、スライチのサイズになってます。いいですね。なんか EC20 もオーバーフェンダーサイズで。そうです。今回新たにね。そうなんです。19インチのオーバーフェンダーって初ですね。初です。いや、やっぱこうね、ちょっと刈り合わせみたいなのしてるけど、ついたイメージ、なんか SX ではほんまに初の、ね、そうだ、なんかこういうね、ラインとかへこみとかってね、すごい立体感が出てて、すごい、この辺とかね。で、こうコンケーブした感じとか。ああ、内に入ってるんですね、これ実は。入ってるんです。あれ、ここもなんかちょっと段差ないですか。そうなんですよ、ここも。じゃあここからこう立ち上がってるというか。おお、これでまた立体感がすごい生まれてきますよね。で、その出てるところをこれちょっと色の感じで分かるかどうかあれなんですけど、はい、こうポリッシュ加工されてるんですよ、こう。あ、ちょっと動画では伝わりにくいですけども、なってますね。そうなんです、そこなってます。なんかキャップもね、ワンピースやからね。そうです。ツーピースやったらクニョってなって出てきますもんね。こちらに、ね、出てくるんですけど、ワンピースっぽく。もちろんね、このセンターキャップも今までと同じで、はい、シルバーとか赤とか変えれるんで。あ、そうなんですね。いや、これかっこいいっすわ、本当に。かっこいいっすか。これカラーデザインってもう決まってるんですか。カラーはちょっとね、まだ完全に決まってなくて。はい。次回。おう。ということは値段もまだ決まってないってこと。そう。なんで金額、カラー、次回発表します。おう、はい、とりあえず今日のはこういうホイールが出ますっていう。ああ、お披露目ですね。そうですね、初公開ですもんね。はい、公開。うん。そういう感じかなと。またなんかあれ、なんか装着写真とか、まあ、そうですね、動画でもね、一回なんかやってみたいですね。そうですね。ちょっと、また、パールの車につける予定なんで、はい、これを。なんで、それは、また、この、まあ、メインか。チャンネルなり、サブチャンなりで、ちょっと紹介していこうかなと思います。そういうことですね。はい、
ほんなら今回はこの、はい、W の発表動画っていうことで、はい、まああとこれあれですよね、店舗に一応ありますよね。店舗に置いてます、サンプルとして置いてるんで、まあ、まあ車につけるかなという予定なんで、まあ、それより先に展示車置いてるんで、あ、はい、そっちにつけて展示しようかなと。ほんならもう現物見たい方も来てもらってね。そうですね、ぜひ見てください。まああとコロナの影響があるから、その完全に予約制だけね、していただいて来ていただければなと思います。わかりました、はい、ありがとうございます。